感じだね。元気だね。よしよし、はい、何です？よしよし、楽しみだね。なんとかここで勝ってほしいね。ただいまより投票受付を開始します。カイロに集まった優秀たちが夕暮れのマイルを駆け抜けます。砂嵐を突き破り、真のダート王が決定します。ピラミッドを横目に12頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして先頭に行くのは、先頭に立ったのはセーフリーケプト、ライブリーワンが追いかけます。外を通って12番ルーラーオンアイス、そのうち6番ベストパル、カズキウイルスがかわしていきました。それから5番カリフォルニアクローム、 G1 を勝ってさらに貫禄を増したカタノアメリカン、フサイチペアサス、それからもう1頭パイロ、この辺りちょっと離れているインバソール、その後ろ3馬身くらいあってモナーコス、そしてしんがりからウェイブコードという展開です。前の方はまだ横一線、セーフリーキャプトがレースを引っ張るようになりました。それからカズキウイルス、
外を通りまして4番ライブリーワン、そして4番手にルーラーオンアイス、内を通ってスルスルとカリフォルニアクロームが上がっていきました。さあ場内が騒然としています。ウェイブコート、馬群をさばききれるかどうか。セイフリーケプトが抜け出した。パタヌアメリカン先頭に変わったか。さあ抜けました。パタヌアメリカン外からはウェイブコードが来ている。ウェイブコードが差を詰めてくる。2頭火花が散る、負けられない。岡部幸を譲れない。安藤克美非常に際どくなりました。馬がレースから帰ってきたね。気合い十分だね。体重はバッチリだね。Thank you.